サバウラ線は、かつて、福井県サバエ市のサバエ駅と、同県入郡小田町の小田駅を結んでいた、福井鉄道の鉄道路線である。正式な読み方は、聖保線であるが、サバウラ線とも呼ばれた。当初、サバウラ電気鉄道の路線として、1923年に開業した。その後、1945年に、福武電気鉄道と合併し、 福井鉄道の一路線となった。鯖江から越前海岸の四が、裏までを海岸沿いではなく、山岳路線として、岬の高台まで付設する構想になっていたが、険しい地形である上に、土地の町長すらなかなかなり手がなく、経済的援助となる融資も現れずといった状況で、地元の協力が得られずに交渉が難重。走行しているうちに、昭和恐慌の影響を受けて、 路線を延長できず、サバエから小田までは、鉄道路線、小田から越前海岸、栗山では、バス路線として定着していった。路線延長こそならなかったものの沿岸に、有数の海水浴場を控えていたこともあって、経営状態は、さほど悪くなくサバ浦電鉄出資によるような、裏遊園地も作られた。戦後も、比較的公共を提出すものの、今度はモータリゼーションが波及し、 1962年には、北陸本線、福井鶴ヶ間伏線電化に先立つ、沙葉駅拡張に伴い沙葉へ水落ち館が廃止されたのを皮切りに、1973年に全線が廃止された。これには、海岸線へのアクセスには普通しか止まらない沙葉へよりも、福井、竹雄といった特急、急行が停車する国鉄駅から直通バスで行った方が便利であるため、 周辺各村落を蛇行して回る形になる鉄道線が敬遠された側面もある。サバ水落ち間が廃止されてからはその傾向が一層強まった。駅名及び所在地は廃止時点のもの。全駅福井県に所在。東野谷駅は開業当初、東野谷駅と表記。サバ浦線では、サバ浦電気鉄道時代からの炭鉱車両が運行されており、 福武線の車両が乗り入れていた。これら路線独自の車両は、サバウラ線廃止後はほぼ廃車となったが、一部車両は福武線に転属している。160系路線跡地は、水落駅付近から小田にかけて、サイクリングロードとして整備されており、一部の駅跡には、当時のプラットフォームが残されている。また、現在は、かつての路線に並行して、サバウラ線の路線名で、 福井鉄道のバスが運行されている。ただし、バス路線におけるサバウラ線のサバエ側の起点は、新名駅となっている。小田駅跡には、今でも、駅前通りの名があるが、駅前ロータリーは切り通しになった。かつて、サバウラ線と、接続水落ち駅。福井新聞オンライン、特集、福井の鉄道。福井新聞社。2013年11月8日時点のオリジナルより、 アーカイブ、2020年6月22日閲覧。サバウラ線の名前を思い浮かべる人も多い。枠田康夫、私鉄紙ハンドブック P194 の作品では、全身のサバウラ電気鉄道を、政保の見出しで掲載。鉄道免許上、カフ、官報1922年10月19日、人事更新録、第8版、 地方鉄道及び軌道一覧。昭和15年11月1日現在、日本全国諸外者役員6。第32回、ハット ABCDF e 朝日2011、P12、地方鉄道運輸開始、官九1926年10月6日、地方鉄道運輸開始、官九1928年11月15日、清水2016、P18。 A.B.C.D. 今尾圭介監修。日本鉄道旅行地図長六号北新越。新庁舎、2008年。P.25 清水 2016.P.31 枠田康夫。私鉄紙ハンドブック電気車研究会。1993年。P.97 寺田雄一。私鉄の配線跡アルクスリー北陸。上越。近畿編。JTB パブリッシング。2008年。 P66AB 清水 2016P33AB 朝日 2011P13 朝日 2011P23 ありがとうございます。